江戸山口の大江戸日記。こらえても まつぐも濡れる君よりなんだっけなこの俺なのさ。だから人間にレレ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 ラララリラティラリララ霧に無声よ。黒木健さんです。これを作った方が鈴木淳先生です。作曲亡くなられました。本当にね、昭和のね、著名なね、音楽関係の作家の人たちがどんどんね、いなくなっていってます。87歳でした。昭和9年生まれ、1934年。山口県の防府の出身なんだよね。ほんでなんか出てきて一番のヒットは小指の思い出です。伊藤ゆかりの。有馬美恵子さん作詞家の南沙織とかいっぱい書いてる。あの有馬美恵子さんと結婚なすってて、その有馬美恵子さん作詞で作曲が鈴木淳さんで、小指の思い出で大ヒットなの。レコ大の歌唱賞取ってるんですから。でこの後離婚なすって女優だった女性と結婚して、この方ペンネームは結城恵子さんだから、ご主人が作曲家、奥さんが作詞家という、あのそういうご夫婦です。でこの時に二人で書いてヒットしたのは、夜の新宿ララ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 八代亜紀さんの涙声ですよ。これでまたご夫婦でドカンとヒットした。これ昭和48年ですから、で1973年ってことか。すごいですよね。で1970年から始まった読売テレビ系日テレの長澤淳さん、後に浜村淳さんが司会するんですけど、全日本歌謡選手権だったのね。これで五木ひろしさん10周年ですよ。まあ70、審査員5人いて20点20点20点で70点以上取れば勝ち抜けるってやつなんですけど、これ五木ひろしさん、三谷健で出てね、八代亜紀さんもここ出てる、牧秀人、そうそうそう、山本譲二、中条きよし、みんなこの歌謡選手権10周抜いてるんですから、この時の審査員が鈴木淳さんなの。その縁で八代亜紀さんの曲は鈴木淳さんが随分書いたという。でこの間何年か前、3年前か、奄美大島に、屋久島に名古屋からクルーズ船で行ったんですよ。まだあのこのコロナがどったらこったってなる前、俺6日間乗ってたんですから、マネージャーと。そんで何もすることないんだけど、俺は喫煙してタバコばっかしてたんだけどね。そしたらあの田川俊美賞っていうのが入って、田川さんどっか大阪かから乗ったのかな。で田川俊美賞で、俺は江戸山口は別日にバッと ねあのネタでお客さんを笑わせる。この田川俊美さんはお弟子さんですから。女一人の旅ですと、女一人、これデビュー曲、何曲かずっと、そうそう、これちょうどね、あのテレ東でね、火曜日の深夜に火曜一番館ってやってたの、5年ぐらい。その時にちょうど堀越学園で1年生かなんかで俊美ちゃんがデビューしてきて、よろしくお願いします、制服で来るんだから、芝公園スタジオに。まだ2期ブツブツでね、でなんか話したらね、堀越のお弁当でなんか堀越さん揚げ物が嫌いなんですなんて言ってたね。なんかね、もう今すっかり大人になっちゃったけどさ。そうだから鈴木淳先生はね、昭和45年70年、この歌先生だって知らなかった。レコジャケ出るかな、うちにあるんですけど、下に行きゃシングルジャケットが2つ折りになってて、こういうふうにやると表にジャケット写真が出てくる。阿部律子さん、ワンピースでミニスカート、もうちょっと後ろから撮って、こっち側とかね、ここ背中ね、このお尻ね、でもう足もう見えるよみたいな写真なんですよ。
衝撃的でしたもん、このデビュー曲。どこか知らないとこで、あなたに抱かれたのだけ。ラララ知らないとこで、単語録愛が明けるのを見たもしく、寝とべなってそれだけで、愛の絆に結ばれた。それさえ覚えてない、今はと夢のようで、してこいよって言われるよね。でもそれしちゃうとなんかね、仕事っぽくなっちゃって嫌なんですよね。この愛の絆、好きだったのはアビリスコさん、俺と同い年かな、今でもあのお付き合いしてます、うん、の素敵な方ですね、うん、まあ前も言ったけど、一人ぼっちっていうのが好きなんですけどね、孤独って書いてね、中村大先生、ね、うん、そうそうそう、ビリッジシンガーズのねラストのシングル、六本木の雨の中でってあるんですよ。これ70年に書いてるんですよ、先生が作曲で。で、この六本木の雨の中でから70年から84年まで六本木という曲のタイトルはなかったんだよ。で、84年に俺が六本木ララバイってタイトルをつけたわけだ。この間六本木なかったから、したらみんな、前も言ってますよこの動画で、気づいて、あ、そうか、六本木か、もう世界の陥落都市だってんで、アン・ルイスの六本木、真珠とか、荻野目洋子の六本木純情派とかね、研ナオコさんの六本木レインとか、アイアンドユーの六本木あたりとか、こういうのがいっぱい出てきたという、このちょうどこの六本木の雨の中で鈴木純先生がお作りになった、これが六本木とタップルのついた、うん、なんか当時のラストで言うから、うん、それから頭に歌った黒木健さんの霧に蒸せる夜、すごいよ、小川智子さん作ってんの。そよ風みたいに忍ぶ、あの人はもう私のことなどみんな忘れたかしら。これも知らん、野ばらをいつも野ばらをいつ、これやったよね前ね、うちのかみさんとね、歌謡曲万歳で、この初恋の人、小川智子さんも鈴木純先生な、すごいな。千秋直美さん書いてるんです。これも知らなかった。いやびっくりしたな。昭和44年か。雨に濡れた墓場、デビュー曲ですよ、デビュー曲、好きで別れた、なんだっけ、あの日は、覚えてねえんだよ大好きだって言いながらさ、でこれ2曲目がね、朝が来る前に、これレコード持ってるんですけど、すごいですよ、そこでレコーディングしてんでしょ、とったのドラムがこれにいんの、ドンツダーンタンタン、もうそう夜風景の霧が出て雨に変わる時、ラララララララ裏で感じるの、泣いたりほとんど似てんですよ、雨の王将とコードシーン、知らないそこでやってますよねって、うん、当時はレコーディング技術ってのは今みたいに優秀じゃないじゃないですか。だからちょっと話それるけど、前住淳さんの、あの渡辺淳子から名前変えて前住淳で、霧の恋のハレルヤ、霧の彼方に、で4曲目は天使の誘惑じゃない、それがね、3曲目は乙女の祈りって前ここで紹介したと思うんですけど、
あれも目の前ドラムいますよねって感じ。ドンスターンとったシェイクね。そうですか。そうですか。四つのお願いもそうだよ。一つはたたら対して、二つほんだらべたらきりり、三つどこにも行かないで、四つらららららしてね。おしゃれだな、このこと。何やってんだろう、本当に。あと、X プラス Y イコールラブ。それもそうなんだ。あと、好きでよくカラオケで歌うし、別れた後で、暗い曲なんだけど、これも、考えたら、鈴木淳先生、亡くなっちゃったんだね。そうか、もう、吉右衛門さんが亡くなったなんてね、この動画でね、お話して70。だ本当に僕が動画始めてこの2年の間で本当に著名ないろんな方が亡くなられました。こういう思い出って伊藤ゆかりさんはすごく歌いたくなかったんだって言ってましたよ。なんか嫌なんですって、そういうなんかなんとなくエッチっぽいから嫌だって。まだだってほら少女じゃないですか。あの伊藤ゆかりさん12か13でデビューしてるんですよ。もうキャンプ回ってたぐらいだから、カバーバージョン歌ってた。だものすごいありますよ、伊藤ゆかりさんのあのカバー曲みたいな、むっちゃくちゃある。アンゴーナのコーニョドとか、リンゴーニュベル出ておいでよとかね。それでは小指の思い出を歌詞が浮かばない場合はどうするか。鼻歌になります高いな、こんなもんだろう。出前だから笑ったが噛んだ小指が痛い、昨日の夜の小指が痛い。セブンスか、そっと口づけだ。4度か、知りながらあなたのなら忍んで見るの。本当にどうぞ、イリリホイラホンダラリ、昨日の夜の小指が痛い。でもこの歌さ、カラオケ行って俺が歌ったらおかしいでしょ。このおっさんが70歳して、あなたが噛んだ。これ五木さんで歌えばなんとか持っていける。大丈夫ね。あなたが噛んだ小指が痛い。やめましょうね、もうすいませんコメントでポールポジションの時に俺がチーム監督の麻生、やはりご質問の主者よく分からないでもないんで、まあだけど仮の話にはお答えできない。何って言ったら、そっくりって激励行きました。そっくりでした。自分であんまり似てると思わなかったんだけど、安倍さんと一緒になると似るんですよ。まあ、田中真紀子さんがいいじゃん。田中真紀子でございます。これがまずあって、で安倍さんが、あですから私はですね、アメリカ の大統領とも電話で申しまして、お尋ねの件に関しては財務省としてはもう結論が出たんじゃないの。何なんだろう今回は、ということでございまして、鈴木淳先生が亡くなられたということで、次回はかみさんとデュエットです。よろしくです。チャンネル登録よろしくお願いします。